切り出されたデータンデータンはデー状の炭で石炭の一種。石炭の中では植物からの炭化度が少ない。石炭と泥の中途半端のような状態のものであると言える。見た目は湿地帯の表層などにある何の変哲もない普通の泥だが可燃物である。採取して乾かせば燃料として使用できる一方で山火事の炎症要因ともなる。別名にピート。 あるいは相炭とも呼ばれる。主に気温の低い涼しい気候の沼地で植物の意外が十分分解されずに堆積して濃縮されただけの状態で形成される。泥ンが蓄積した湿地帯を泥ン地と呼び、日本では主に北海道地方を中心に北日本に多く分布する。泥ンは寒暖の差に関係なく形成され、熱帯地域では 木質以外によって形成される場合も少なくない。いずれも植物以外など有機物の堆積する速度が堆積した場所にいる微生物などが有機物を分解する速度を上回った時にデータンが形成される。データンは石炭の成長過程の最初の段階にあると考えられている。また、 炭化が十分に進んでないせいか植物の意外がそのまま残っていることが多いので石炭と違って長い年月をかけておらず蓄積してから数年程度しか経ってないことを確認できる。総じてデータンは炭化の過程がかなり短く少ない時間でできるため単純な条件下でできる。世界中に大量に埋蔵されておりなくなることがまずないと言える。 炭素の含有率が低く、含水量も多い質の悪い燃料である。このため、日本では工業用燃料としての需要は少ないが、第二次世界大戦末期には貴重な燃料として使われた。またスコットランドでは、スコッチウイスキーの製造で大麦を発芽させて爆芽にした後、爆芽の成長を止めるために乾燥させる際の燃料として、香り付けを兼ねて使用される。 この時つく後期をピートコーという。ただし、データンだけで乾燥を行うことは少なく、他の燃料も併用することが多い。現在、日本では日韓ウイスキーなどの会社が自社用のために石狩平野で採掘を行っているほか、工業用脱臭剤などの用途で個人による小規模な採掘が行われている。このほか、繊維質を保ち、保水性や通気性に富むので、 園芸では、腐食土として培養土に混入し、土質を改善させるために肥料として重宝される。データン中の微生物が有機酸を生成するために酸性であるので、アルカリ土壌を好む植物に使用する場合は、石灰などで中和する必要があるが、逆にアルカリ土壌を中和させるためにそのまま使われることも、ある。またデタンをプレスして、破種、育苗用の植木鉢としたものもあり、 これは時間が経つと土と同化するので植物を抜かずにそのまま植え替えることができる。泥炭はわずかな荷重で圧縮されるため泥炭地は地盤として流砂並みに軟弱である。建築のみならず道路などの敷設においても大きな問題とみなされ十分な基礎工事が必要となる。2000年代には火力発電のエネルギー源として主に北欧などで利用されるようになった。 例えば、フィンランド一国のデータン埋蔵量は、北海油田の埋蔵量の2倍に匹敵し、データン発電は、同国のエネルギー消費の7%をまかなっている。第二次世界大戦後、日本では都市部を中心に燃料事情が逼迫。特に、1947年の冬に向け、東京都内の家庭に配給する木炭、焚き木の区面が絶望的となった。このため、 千葉県ケミ川町に存在する東京大学の敷地及び周辺では埋蔵量1000万トンとも推定されるデータンが盛んに採掘されるようになり豆炭に加工して各家庭に供給された。ケミ川のデータン地では採掘中に縄文時代の丸木船などが出土、その後の発掘により大川橋が見出されている。データン地は土そのものが可燃物であるため、 落雷や放火などの人為的、自然的な発火を問わず、一旦火がつけば、すぐに炎症が発生し、長期にわたり大きく燃え上がり、消火が非常に困難である。今日でも、東南アジアなどのデータン地が多くある場所ではしばしば、データンによる火災が発生し、塩害や温暖化ガスである二酸化炭素排出、資源浪費などを引き起こしている。例えば、インドネシアでは、 プランテーション開発のため熱帯林を伐採した上で、その下にあるデータン湿地に溝を掘って、水を抜き、二酸化炭素排出量と森林火災のリスクを増やしているとして、国際的に問題視されていた。それを受け、インドネシア政府は2016年にデータにかかる諸問題を管轄するデータン復興庁を設置した。ありがとうございます。